岡田監督、あの選手がいたら DeNA に独走させてないよ。2023年、阪神打線のタイムリー欠乏症が解決できていたはずの選手が、金本智明監督時代に FA 移籍した真相とは。2006年、岡田政権の時代にドラフト4位で指名された大和選手。高校生にして素晴らしい守備力が高く評価されていました。初めて生で大和選手の守備を見た岡田監督は、難しいゴロをいとも簡単に処理する姿を見て、高校出て1年目でフットワークとか捕球体勢とか全部素晴らしい。非凡なものを持っとるし落ち着いとると絶賛しました。また、大和の素晴らしいところは内外野共に守れるユーティリティ性でもありました。内野でも外野でも守備力に隔たりはなくずば抜けたものがあり、試合の状況に応じてどのポジションでも安心して守ってもらえるので大変貴重な戦力でした。そんな大和ですが、4年目にダイソーや守備固め要員として一軍に定着していき、7年目にレギュラー格へと成長しました。しかし2016年の金本政権になり、出場機会は減少し、規定打席にも到達できずにいました。そして2018年 FA 権を行使し、阪神から横浜 DeNA に移籍してしまいました。今回は阪神最大の FA 対談劇といえる大和移籍の真相について迫っていきます。大和の阪神時代、1年目から守備力は即戦力と評価され、2軍では主にショートで出場し主力として活躍しました。1年目は83試合、2年目は73試合、3年目は71試合に2軍で出場し、3年連続でウエスタンリーグで最多犠打を記録。なぜ2軍ではこれだけ出場機会があるのに1軍で試合に出させてもらえなかったのか。その理由は、当時の阪神には不動のショート鳥谷敬がいたからです。鳥谷がいなければ2年目あたりから大和は出場機会を与えられたことでしょう。4年目の2009年に4月15日の中日戦でセカンドとして初の1軍公式戦デビューを飾ります。しかしその後登録を抹消され、このシーズンは66試合の出場にとどまりました。2010年は62試合に出場。大和は十分実践的な選手ですが、この時代の二遊間は鳥谷、平野が完全に定着しており、残念ながら大和が入る隙はなかったのです。二軍で打率2割5分前後でホームランはほぼ期待できない大和は、いくら守備力が良くても首脳陣が使おうと思うには非力だったのでしょう。内野ではレギュラーをつかめないことを悟った大和は、2010年10月フェニックスリーグに合流すると外野の練習を志願しました。とにかく試合に出たい、内野だけというこだわりは全くないと大和。2010年に4度外野で出場したものの、主に内野を守ってきた大和、レギュラーを取るためには外野手というのが最後の砦だったのです。そして7年目の2012年、ついに大和は大きな飛躍を遂げます。センターで開幕1軍入りを果たすと、主に2番センターでスタメン起用。シーズンを通して初めて100試合以上に出場しました。2013年は2番センターで初めて規定打席に到達し、打率2割7分3厘と好成績を残します。2014年も2番センターでスタメンとして起用され、初のゴールデングラブ賞を外野手部門で獲得。これからどんどん波に乗っていくかに思われました。しかしその後、大和にとって大きな分岐点が訪れます。金本政権の誕生。2016年、金本政権最初の年、金本監督は当時スローガンに超変革を掲げ、若手を積極的に起用する方針を立てました。金本監督就任当時の阪神は、前任の和田豊の時に主力打者がほぼ固定されていたことなどから、チーム状況として打撃陣の世代交代、若手の底上げが急務になっていました。この方針に中堅である大和は大きく影響を受けてしまったのです。2015年から大和は打撃面で不振に陥っており、2016年も打撃で思うように結果が出せずにいました。それに加えて金本監督の若手の積極起用の影響で、主に守備位置が固定されず、ユーティリティに甘んじていました。2017年、出場機会を増やすべく大和はスイッチヒッターへの転向に挑戦しました。
この天候は功を奏し、打率2割8分を記録し、課題だった打撃面でも結果を残しました。しかし、この年も252打席と規定打席には到達できず、新人だった糸原との併用が多く見られました。スイッチヒッターへ転向し、勝負をかけた1年で、結果を残していたのに、レギュラーとして定着しきれないことに、大和はもどかしさを感じていました。2017年10月の中日戦、大和はショートスタメンで試合に出場しましたが、1打席も立たせてもらえないという出来事がありました。大和と交代して使われたのは3年目の上田。守備で足をひねったようですが、交代後は治療する様子はなく、ベンチに腰掛け、ムッとした表情でグラウンドを見つめていました。若手を使うのは大切なことですが、打席に立たず試合を降りるというのは、大和のプライドが傷ついたことでしょう。あるスポーツ記者は、この出来事に対して、いつまで経ってもレギュラー扱いしてもらえないことへの憤りが、冷酷な途中交代で爆発したことでしょうと言っています。さらに、この年のシーズン終了後、金本氏はテレビ番組で大和に対してこのような発言をしていました。このままだと一生便利屋で終わってしまいますよ。金本氏は現状の大和をレギュラーとして固定させる気はなかったと受け止めることができます。阪神タイガースとして12年間大和は戦ってきてくれましたが、1年間フルで戦い抜くことができたのは数年間のみ。大和の持っている突出した守備力を考えれば、もっと出場機会を与えるべきだったという意見も多くあります。岡田元監督のような守備を重視する監督に当たることができていれば、違った野球人生を過ごすことができていたかもしれません。移籍する決断。2017年シーズン終了後、大和は FA 権を行使します。金本政権下の今のままではレギュラーとして定着できないことを悟っていた大和。即断で阪神に残るという考えには至りませんでした。大和は阪神、オリックス、DeNA の争奪戦になりました。条件面で言えば阪神が4年総額4億5000万円で抜けていましたし、オリックスもレギュラー級の立場を保証してくれていました。しかし、大和は最も厳しい道である DeNA を選びました。とても悩みました。自分の実力を分かってもらえているという意味では、阪神に残った方が楽だと分かっていました。でも、そこに収まりたくはなかった。今も怖さしかないですよ。先のことを考えず、今だけを見て行動した感じですから。これでダメなら、現役生活が終わってしまうのは分かっている。でも勝負したかったんです。残るのと出るのと、どちらが成長できるかと考えたとき、最後は DeNA だと。知らない土地に行って、自分のレベルを知らない監督、コーチ陣にまっさらな状態で見てもらう。もっと成長するためには、そっちを選んだ方がいいのかなと。もう一度自分の可能性を試してみたかったんです。一か八かだとしても。現役生活を終えてからもっとできたと思うのが嫌だったのかもしれません。ショートでもセカンドでもどちらでもいい。外野に行けと言われたら行きます。とにかくゲームに出たい。全試合に出たことがないからやってみたい。何でもかんでもやってみたいという気持ちが強かった。めちゃくちゃ冒険ですよね。でも失敗しても自分が選んだ道。あえて厳しい道のりを選んだんだから覚悟を決めて頑張りたいと思います。当時の DeNA には前年全試合出場の倉本や力をつけてきた柴田が内野手でいました。レギュラーが確約されていない環境で再びゼロからレギュラー争いをする過酷な道をあえて選んだのです。最後は一番勝負したいと思える場所を選びましたと大和。阪神に残れば条件面でも良いし、引退後もコーチの道を用意してくれたことでしょう。しかし、金本監督の阪神にいては、もうレギュラーになって全試合出場はおそらくできない。大和にとっては人生の安定より自分の力でもう一度レギュラーをつかみ取りたいという思いの方が強かったのです。FA の理由は金本監督との確執ではなかったのです。移籍後の大和。DeNA に移籍後、2018年は113試合に出場し、435打席。2019年は自己最多の137試合に出場し、490打席。見事に大和はレギュラーの座をつかみました。
現在は移籍して6年目ですっかりベテランになっています。佐野啓太や牧秀悟など若手がチームを引っ張る中、脇役でいいよ俺は、若い子が気持ちよくできる環境づくりをしてあげる、それも俺の一つの仕事やと思ってると、ヤマト DeNA に移籍して阪神時代よりものびのびと楽しそうに野球をやっているように見えます。これからもベテランとしてチームを支え続けてほしいです。ヤマトに温かい阪神ファン。 FA で対談した選手の名前は言ってはならない風潮があります。広島ファンで言うと丸選手、西武ファンで言うと森友哉選手、浅村秀人選手も移籍直後は西武ドームでブーイングが起こりました。ヤマトはそれがなく、阪神ファンはヤマトに対して温かい印象です。それはなぜでしょうか。その理由は3つあると考えられます。1つ目、ヤマトは阪神時代に守備で再三チームのピンチを救っていたこと、そして DeNA に移籍してからもヤマトの守備で阪神が苦渋をなめたこともありましたが、阪神ファンはヤマトのプレーを見て、ヤマトは新天地で頑張っているなと元気をもらったこと。2つ目、金本政権時代、金本監督は若手の糸原、北条を優先起用していて、ヤマトは頑張っているのに冷遇されていたと感じられたこと。FA で移籍する時も金本監督が全力で慰留したように見えなかったこと。3つ目、倉本が正ショートだった DeNA に果敢に挑戦し、新天地でも得点圏打率が高くチームに貢献していること、さらにそれがクロート好みの渋い活躍であることが挙げられると思います。このところ過去3年くらいタイムリー欠乏症だった阪神打線でしたし、ヤマトが阪神に居続けたらここ一番でタイムリーを打っていたのではないでしょうか。ショートも長らく固定できていませんでしたから、ヤマトがショートレギュラーだったでしょうね。もしヤマトが阪神にいたらと思いを馳せてしまいますね。今回のヤマトの動画はいかがでしたでしょうか。ヤマトが未だに阪神ファンに愛されている理由や、ヤマトが阪神にいたらどうだったか、ご意見やご感想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。今回も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。